富士山の景色とグルメの両方を楽しめる便利なスポットがあるのをご存知ですか？それは東名の富士川サービスエリア。地元の特産品から観覧車もあって、ちょっとしたレジャーランドのようです。ゆうちゃん、はい、富士川のね、サービスエリアって、地域でも人気のスポットになってるんだって。でも観覧車があるのって上りのサービスエリアって聞きましたよ、うん、ああそうだよ。でもね、下りにもスマートインターがあるから簡単に行けちゃうのよ。そうなんですね、うん、ということで富士川サービスエリアの上りにやってきました。富士山のビューポイントはこちら、はい、観覧車です。乗りたい乗りたいでしょ、うん、そんなゆうちゃんにとっておきの情報を教えちゃおうかな。お、何でしょう。このお店にね、はい、観覧車のチケットがついたお得なセットがあるのよ。何でしょう。お好きなドリンクを選びください。ドリンク付き。そう、ドリンクを飲みながらゆっくり景色を楽しむ、これはたまりませんね。ちょっと絶景じゃないこれ。絶景ですね最高。富士川が見えて、うん、富士山が見えて、うん、街並みが一望。本当すごいこれさ、うん、快晴だったらもっと綺麗なんだけど ね、富士山がドーンと見えて。そうなのよ。逆に冬とかいいかもしれないよ、うんうん、続いて向かったのは海鮮丼のお店。由比漁港から直送の生しらすと桜エビ、うん、美味しそう。いただきます。新鮮度が違うわこれ、うん、特製タレも美味しい。これ頑固市場には富士山ならではのお土産がいっぱい。あったよ。富士山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 。雪化粧してるのがチョコレートになってるね。本当だ。女子旅にぴったりなお土産だこれね、うん、サービスエリアに併設しているのが道の駅富士川楽座。産地直送の食材がずらり。さらには本格的なプラネタリウムも。何でもギネス記録に認定されている高性能なシステムで圧巻の宇宙を再現しているそうです。ここでお得情報。この辺りを周遊するなら富士山麓エリア満喫クーポンをゲットしよう。テーマパークなどが割引になるので秋の行楽にもってこい。もうここはさ、うん、高速道路のテーマパークって言ってもいいぐらい楽しいイベントいっぱいだね、うん、もう東名通るときにはぜひ寄りたい場所ですね。そうだね。通り過ぎるともったいない気がしちゃう。もったいないもったいない、うん、この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。中央自動車道では11月15日から29日まで集中工事を行います。期間中は国道20号や東名、圏央道への迂回をお願いいたします。次回は旧東海道由比宿を訪ねます。